懸垂の途中で、停止する手順を、復習したいと思います。今こんな感じで懸垂で降りてるんですが、何らかの理由で、止まらなくちゃいけない。そういう時にはまずカラビナを一つセットします。この場合こちら側ではなくて、メインの、ビレーが今からATC がかかっている奥側ですね、こちらに、一つかませて、ロープをかけます。手前にしなかったのは、このロープをこうしたいがためですね。こんな感じにしたいんですね。だからこっちではなくこっちにかけました、はい、です。こうやると、とりあえずもう途中で止まりますので、あとはこのロープをこんな感じで一度通してあげればギュッと止めればですね、これ以上は下がりません。はい、で次にこのままにしとくわけにもいかないので、もう一度、やります。でこの際私はこっちよりもこっちに通した方がいいのかなと最近思いました。なぜならば次こいつをもう一度カラビナにかけるので、カラビナを準備してこうやってかけたいがためですね。なのでここの余地は若干あった方がいいです。はい、でこれを解除してまた降りるときにはよ、よいしょ、ここは、全然まだ大丈夫なんですけど、この最後の解除の時にはこれ、手離してしまうと緩み始めるので、この辺を手で押さえながらこのロープを上に引き抜き、こんな感じですね。でこの時にここを握っとかないと下に降りちゃいますので、で押さえます。それから、懸垂をまた再開するという手順になります。はい、ではもう一度このままやってみましょう。懸垂しています。止まりたいです。奥側、この ATC の奥側に一つカラビナをセットしてかけて折り返します。こんな感じですね。そうするとロープが止まるので若干引き上げて、ここの一周させて、ここにキュッと、でもう一度このロープを通して、もう一つの今度は先ほどの後から追加したやつの手前側ですね、そこにセットしたやつにかけると大丈夫になります。こんな感じで、はい、では解除してみましょう。まだ大丈夫ですね。こいつを緩めた次から気をつけましょう。ここですね、ここを押さえて押さえて、よっこらせとどこいせ、はい、でここでロープを握りながら押す、下ろすと、はい、こんな感じです。ギュッとギュッと、以上です。動いてください。でも動いてってこら、行っちゃったかな。あ、よかった。